ます。私は勇者のゆうちゃんだよ。こんにちは。武器屋の店主のフランです。私の工房へようこそ。みんなに見てもらいたいものがあってね。ジェットゆうちゃん号マーク2だよ。これは？いや、やばいのが完成してしまった。今までの動画を参考に、船底をパイクリートで強化した特別性だ。一番参考にしちゃいけねえやつを参考にしてしまったわね。この船で暗黒大陸に渡って、ブリオンとか捕まえてくるよ。ゾバエ病にかかるのがオチよ。ゆうちゃん号は順調に進化している。ティア10を目指す。さて、今回はロケットランチャーについて、昔から現代まで、全体的にあっさりと解説していきます。今までいろんな武器をやってきたけど、ロケットランチャーについての動画はやってなかった気がする。そうですね。やってないと思います。とは言っても、以前の動画で少しは登場しています。そうだったかな？以前、火竜出水という武器を紹介しました。その時に、ロケットランチャーについて簡単に説明をしたような記憶があります。全然覚えてねえわ。ロケットランチャーとは、ロケット弾を飛ばすための発射装置ですね。ロケット弾とは、推進剤を使って自らの力で飛んでいく、無誘導の砲弾のことです。ロケットランチャーと呼ばれる武器には、いくつかのタイプがありますが、人間が肩に担いで発射するタイプ、ロケットパッドという筒状のランチャーから発射するタイプ、それから、大型の多連装ロケットランチャーですね。人間用から戦車用、航空機用まで対応しているんだね。そうね。実は、ロケットランチャーの歴史は非常に古く、西暦1200年頃まで遡ります。古すぎるな。日本だと鎌倉時代くらいじゃないですか。モンゴル帝国や明の時代から使用されていました。正確な年代は分かっていませんが、ロケットランチャーは13世紀頃から使用されていたと言われています。中国大陸にあった火戦という武器ですね。そういえば、そんなのがあった気がするな。火戦は、ロケット弾というか、ロケット花火のような武器です。中国大陸で相当使用された武器で、100連発できるようなものもありました。お祭りにも使えそうだね。ロケット弾の発明と進化は、ミサイルや宇宙ロケットの開発とも深い関わりがありますが、ロケット弾とロケットランチャーについて解説していきます。ロケットランチャーの歴史を見ていくと、いくつかのターニングポイントがあります。一つ目は、先ほど説明した中国の火星。二つ目は、18世紀のインドで使用された、マイソールロケット。三つ目は、19世紀の初頭、ヨーロッパで使用された、コングリーブロケットです。聞いたこともないやつばかりですが。火星は、弓矢の矢に、ロケットを取り付けた武器です。しかし、弓を使って飛ばすのではなく、火薬の推進力を使って飛ぶ、ロケット弾に該当します。矢で突き刺すのが基本ですが、着弾点を燃やしたり、毒ガスを撒いたりするタイプなどがありました。ふむふむ。18世紀にインドで使用されたマイソールロケットは、マイソール戦争で使用されました。インドの侵略を進める東インド会社に対し、インドのマイソール軍が使用したのです。つまり、イギリス側に放たれたロケット弾ということですか。そうね。マイソールロケットは、非常に効果を発揮し、イギリス軍は苦戦します。形は火戦にそっくりですが、鉄製のケースを使ったことで性能を上げていました。鉄製のケースが高価で、内部の圧力が上がるため、推進力が増し、さらに爆発の破裂の威力も上がったのです。射程距離は1キロ以上あり、着弾点を爆破します。手で投げて一発ずつ発射したり、手押し車に乗せて連続発射しました。これはすごい。雨のように降り注ぐロケット弾。イギリス軍を苦しめるとは、なかなかやるね。マイソールロケットの影響を受けたイギリスが、ヨーロッパに持ち込んで開発したのが、コングリーブロケットです。コングリーブという人が発明したので、コングリーブロケットと言います。これが、19世紀の初頭に起こった、ナポレオン戦争からクリミア戦争、アメリカ南北戦争まで広く使用されます。野戦兵器から工場兵器、艦砲に至るまで、コングリーブロケットは活躍しました。なるほど。19世紀の中頃になると、ヘールロケットが発明されます。これは、螺旋回転するロケット弾で、空中での弾道が安定しました。ライフル弾みたいな飛び方になったってこと？そうね。コングリーブに比べて、ヘールロケットの弾道は安定しましたが、射程距離は落ちてしまいました。このヘールロケットは、イギリスとアメリカで使用され、クリミア戦争や南北戦争で活躍します。で、その後、第二次大戦に至るってわけね。ちょっとはしょりすぎじゃないですか。
アメリカ南北戦争から第二次大戦って80年くらいあるんですけど、実は19世紀の半ば以降、ロケット弾はあまり使用されなくなります。マジか。これには理由があります。19世紀の半ばに重火器が飛躍的に進化し、射程も威力も格段に上がりました。手持ちのライフルも予選砲も艦砲もこれまでとは比べ物にならない性能になったのです。ロケット弾の効果はそこまで重視されなくなったということね。そっか、確かに圧倒的に重火器が進化したもんな。さらに19世紀後半には無煙火薬が発明され、重火器はますます進化しました。命中精度も発射速度も格段に上がっていきますね。それがロケット弾の廃れた理由か。ワールドウォー1の手持ちのライフルですら最大射程は3キロを軽く超えるからな。野戦砲ならもっと遠くまで飛んでいくよね。例えばワールドウォー1でイギリスが使用した18ポンド砲は10キロ近い射程がありました。そういうこともあってロケット弾の使用は限定的なものとなります。ってことはワールドウォー1ではロケット弾はあまり使われなかったの？そうなるわね。航空機に空対空ロケット弾が搭載されるなどして使用されることはありました。この写真はワールドウォー1で使用されたフランスのルプリエールロケットと呼ばれるロケット弾です。うわ、まさにロケット花火って感じの武器だな。観測気球や飛行船などを撃ち落とすために搭載されましたが、なかなか当てることができず、そこそこの活躍にとどまったのです。航空機の速度が速いので無誘導のロケット弾を標的に狙って当てるのは難しいのです。それは相当なエイムが求められるね。19世紀の後半、ほとんど軍事的にロケット弾が使用されなくなったとはいえ、研究が止まったわけではありません。むしろロケット弾の技術は飛躍的に高まることになります。おう、そうなんだね。ロケットの技術が飛躍的に進化したのは20世紀の初頭からです。軍事的な利用というよりは宇宙を目指して開発が始まっていくのです。もう宇宙を目指せるほどの技術が？ロシアのツィオルコフスキー、アメリカのガダード、ドイツのオーベルトという科学者たちが宇宙を目指して研究を始めました。ワールドウォー1の前くらいからワールドウォー2の直前にかけて打ち上げロケットの実験が数多く行われます。ふーむ、そういうことか。しかしこのような実験にはお金がかかります。科学者の中には何とか軍に興味を持ってもらってお金を出してもらおうという算段がありました。特にアメリカのガダードがそうでした。軍事的に利用されることも厭わず宇宙ロケットの研究に熱心だったのです。宇宙ロケット開発の執念を感じるね。これらの研究は後にミサイルへと発展していきます。ドイツはワールドウォー2の時に V1 というミサイルを開発しました。 V1 はイギリス本土に向けて何千発も発射されたのです。これがさらに進化して弾着地点への命中率を高めた V2 というミサイルが完成するのです。ドイツの科学力は凄まじい。ミサイルとロケット弾の違いは誘導性能があるかないかの違いです。そして世界各国の軍隊では宇宙ロケットとは別でロケット弾の開発を進めていました。ワールドウォー2が始まる頃には高性能なロケットランチャーが完成していたのです。ワールドウォー2になってこれまで廃れていたロケット弾が再び活躍するわけか。そうなるわね。ワールドウォー1で大して使用されなかったロケット弾ですが、なぜ戦いの後に開発が進んだのかは調べてもよくわからなかったです。多分ワールドウォー1で戦車や航空機などの新たな兵器が登場したためかと思われます。特にロケットランチャーは対戦車兵器として活躍することになりますね。バズーカとかパンツァーファウストとかそういうやつかな。そうね。ただバズーカはロケットランチャーですが、パンツァーファウストは無反動砲になるのでちょっと種類が違います。ややこしいな。また歩兵だけでなく戦車や車両に搭載する大型のロケットランチャーも登場します。ロシアのカチューシャ、ドイツのネーベルベルファー、アメリカの T-34 などです。マルチプルロケットランチャーですね。これはまさにロケットランチャーだ。標的を戦車に限定しているわけではなく、バリケードを破壊したりなどアンチマテリアルな目的もあります。対物兵器ってことか。それからロケット弾はワールドウォー1に続いて航空機に搭載され空対地兵器として活躍しました。また艦船、潜水艦を攻撃する武器としても活躍したのです。ロケットランチャーにはメリットとデメリットがあります。その点については昔も今もあまり変わっておりません。長所と短所ね。
ロケット弾の長所は自分の力で飛んでいくので、小型で簡素な発射装置でも使用可能な点です。歩兵が手持ちで使うこともでき、機動性が高く、運搬も楽で、攻撃力も高いです。発射時の反動はほとんどないため、移動しながらでも撃てます。かなり強力な武器に思える。野戦砲などの大砲は、大きな鉄の塊です。戦闘中に動かすのも大変なので、攻撃を受けたら回避するのが難しいですね。おう、確かにな。ロケットランチャーは動きながら使えるから、回避性能も高いってことなんだ。一方で、短所もいくつかあります。まず、精密な狙いができません。ロケットの推進剤の起源次第では、狙いが大きく外れることもあります。まあ、着弾点を爆破して範囲攻撃するので、そこまで精密に狙う必要はないと思いますが。確かに、点で攻撃するよりも、面で攻撃するって感じだもんね。そうね。面攻撃できるのは、ロケットランチャーの長所でもあり、短所でもあります。至近距離で撃つと、自分も味方も巻き込んでしまうので、ロケットランチャーは使えません。ああ、そういうデメリットもあるのか。味方が近くにいる状態でベギラゴンとか撃てんわな。ゲームの世界では、味方の攻撃が味方に当たることは少ないですが、ロケットランチャーはそうはいきません。また、発射時にランチャーの後方に爆風が発生するので、それで味方を攻撃してしまう可能性があります。例えば、アメリカ軍のバズーカの場合、後方60メートルは危険区域です。20メートルの距離でも死亡する可能性があり、70メートルは離れるように教育されていました。そんな距離まで爆風が飛んでくるのかよ。爆風で反動を相殺しているのです。爆風だけでなく、金属片などのチップを後方に発射して反動を相殺するタイプもあります。それは危険すぎるな。バズーカを持った人の背後に立つなってことか。背後に立つ際は、ゴルゴよりも気をつけなければいけないのよ。そういう意味で、狭い空間でバズーカを発射すると、爆風で大変なことになりますね。使う場所もよく考えて発射しないと危ないんだ。あと、ロケットランチャーには、リロードが遅いという欠点があります。砲弾が大きいので、弾数を多く携帯することもできません。歩兵のロケットランチャーは、使い捨ての場合も多く、一発しか携行できない点も欠点ですね。一撃必殺的な、そういう武器って感じだね。現代では、誘導性能を持つ弾頭を備えたロケットランチャーも登場しています。これはもうロケットランチャーではなく、ミサイルランチャーになりますね。ふわー、武器がどんどん進化する。武器屋のお姉さん。というわけで、簡単ではありますが、ロケットランチャーの歴史について紹介しました。今後、バズーカなど、個別でもロケットランチャーを紹介していく予定です。ロケランの歴史は、思った以上に古かった。ロケランの歴史で面白いのは、休眠期間がある点ですね。一時的に使用されなくなった武器が、時代を経て、何らかの形で復活することはよくあります。他には、手榴弾やガトリングガンなども復活組です。コンボやフレイル、釘バットが、ワールドウォー1で一時的に復活したこともあったね。バイクリートを使った船の復活もあり得る。ないと思います。なんということだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。